右の耳をちょっと切ってますしね。右の耳ですか、耳の中ですが、大したこれは傷じゃないですがね。そうですか、はい、はい、八尾田さん、はい、このオスカーショットガンアルバラードについてはですね、はい、前評判では輪島が圧倒的に有利ということだったんですが、はい、アルバラード側としてはですね、はい、その方がやりやすいということを言っておりましたが、ね、まさにその本当にリラックスしたような気持ちで、はい、今日の試合戦ってますね。そうですね、はい、試合は13ラウンド、残るはあと3つのラウンドしかありません。八尾田さんの採点ではアルバラードがリードしています。アルバラードの右が顔面にヒットしまして手をつきそうになりました。気力を振り絞ってボディに攻撃を仕掛けます輪島。ロープに詰まりましたのがアルバラード。2、3日前に輪島のところに四つ葉のクローバーのプレゼントがありました。ぜひ頑張ってくださいというファンからの四つ葉のクローバーでありますが、そういったことが頭の中に今あるかどうか。輪島非常に朦朧としたような状態、非常に疲労がいっぱいというような表情で戦っています。小さなパンチを顔面に送りました。右左のフックでやります、まあ、しかし根性では本当に負けない人ですからね、この人は。本当ですね、はい、いい根性してますよね、またローブローの注意でやります。ちょっと輪島が痛そうな表情で抗議をしたような表情です。いやね、はい、今輪島君が下に潜るとね、上から押さえるから、はい、押さえるなということを輪島君も言ってましたね。ああ、なるほどね、はい、ローブローとは別の、はい、あれやりますね、それで上から押さえるわけですよ、はい、はあはあはあ、アルバラードの左から右です。カエル飛びのちょっと威力を失いました、ですね、はい、苦しい戦いになっています。アルバラードもさすがにやや疲れた感じでやります。13ラウンド、ほとんど時間がありません。ロングです。八尾田さんの採点は5対5、互角です。残るはあと14ラウンド、15ラウンド、2ラウンドだけでやります。そして奥さんの滝尾さんも今日会場に姿を見せています。頑張れ輪島。7回目の防衛戦が非常に苦しい戦いとなりました。左のフック、アルバラード、もう一発、しかし顔面にパンチを返している輪島です。八尾田さん、はい、アルバラードの表情がですね、1ラウンドから変わってませんね。変わらないですね、はいはい、ただね、この前の13ラウンドからね、はい、あたりが手数も少なくなったし、はい、攻撃の手もないですね。なるほどね、はい、まあ言い遅れましたけれども、はい、タイトル初挑戦ということで11ラウンド以降は未知のラウンドということになるわけですからね、しかし頑張っている挑戦者のアルバラード、左のジャブが少なくなったことね、はい、これで輪島君ずいぶん助かってますよね。いきなりフックでしょ、左のフック、はい、左のジャブっていうの打たなくなりましたね、はい、放送席の一美さん、はいはい、あのね、美佐子会長のこれまでの採点ですとね、はいはい、イーブンだそうですがね、イーブン、1点減点がありますね、はい、アルバラードに、はい、ですからワンポイントぐらいいいんじゃないかと、こういう採点だそうです、はい、なるほどね、はい、八尾田さんどうでしょう難しいところですね、はい、あーっと左の外側だった、アルバラードの左が当たりました。もう本当の輪島君は気力で押してるだけですよね、はい、これからは本当に気力の戦いになりますね。左の上がった、さあチャンピオンチャンス、輪島チャンス、青コーナーチャンピオンチャンス、輪島攻勢をかけてもらいたいところ、
手の方が出ています。体勢を入れ替えました。しかし輪島左のスターだった。右のストレート、左のフック。輪島根性だけで戦っています。気力だけで戦っています。右のストレート、本当にスピードはありませんが根性の塊という感じでパンチを出しています。おーっとアルバラードパンチを出しました。今度は青コーナーに詰まっている輪島、反撃反撃ボディー攻撃。輪島左を出しました。ニュートラルコーナー詰まったのはアルバラード。両選手ともにスピードがなくなりました。根性の気力の試合になりました。輪島のボディー攻撃、それほど的確ではありません。パンチの交換、両選手ともに疲れました。14ラウンド10秒を切っています。疲れました。輪島アルバラードともに疲れました。ゴング、14ラウンド5対4、輪島が取りました。さあ全く予断を許せません。最終ラウンドのゴングが鳴りました。まず今まで互角と見ていいですか。そうですね、はい、そうするとね、はい、11ラウンドにアルバートが減点取られましたね、はい、これは随分響くんじゃないですかね、はい、しかしアルバラード攻勢に出ています。最終ラウンド攻勢に出ています。アルバラード15ラウンドの出だし、アルバラードの攻撃があります。さあパンチを避けている輪島、これもう完全にくっついちゃった方がいいですよね、はい、アルバラードの攻勢ワンツーです。左が当たった、右が当たった。アルバラード攻勢、輪島疲れました。さあ頑張ってもらいたい輪島、本当にフラフラという感じでやります。トランクスは汗でびっしょり。さあアルバラード攻撃、左を出しています。あとワンツー、輪島背中が丸くなりました。アルバラード攻勢、アルバラード攻勢、輪島反撃、あーとダウン、ダウン、左が当たりました。バランスが崩れたところにパンチをもらいました。輪島この試合初めてのダウンは15ラウンド、輪島がダウンを奪われました。カウント8、さあ試合再開です。両足にもしがみついています輪島。ワンツー、右のストレートが当たった、危ない、輪島危ない、ダウン、2回目のダウン。アルバラード2回目のダウンを奪いました。頑張れチャンピオン輪島、頑張れチャンピオン、頑張れ。2回目のダウン、カウント8、あと1回のダウンでノックアウトになります。頑張れ輪島、これはいけません、これはスリップダウンでやります。疲労困憊している輪島、さあ立てチャンピオン立て、頑張れ輪島。さあアルバラード、あっと輪島の右のフックが当たった。アルバラードチャンス、ノックアウトのチャンス。アルバラードワンツー、見ましたが当たった、あっと危ない危ない。最後は右のストレート、チャンピオン輪島浩一敗れました。7回目の防衛はなりません。新チャンピオン誕生であります。アメリカのオスカーショットガンアルバラード、初めての挑戦でタイトルを奪いました。今リング上では輪島がまだ仰向けに倒れたままでやります。その輪島を心配してかなりリングサイドには人が集まっています。いやーしかしはい、こういう結果は全く予想できなかったですがね。リングアナウンサーの声がお耳に届いたと思います。最終ラウンド2分57秒ノックアウトでオスカーショットガンアルバラードが輪島浩一を破りまして新しいチャンピオンの誕生であります。あと3秒、はい、あと3秒で判定ということだったんですけれども、しかしまあ輪島も頑張りましたですね、よく頑張ってですね、はい、リング上では今から認定書の授与であります。ほとんど打たれたダメージの跡を残しておりません。新チャンピオンオスカーショットガンアルバラードでやります。Commission
しっかりと認定書が授与されました。受け取りましたのが新しいチャンピオン、オスカーショットガンアルバラードでやります。左がイライクリアトレーナー、そしてこれがオスカーショットガンアルバラード新チャンピオンでやります。